期間ではありますが、ここまで来ました。頑張ってブレイキングダウン盛り上げていきましょう。乾杯。でまだ叶えられてない夢もたくさんあるんで、ヒールキャラって必要じゃないですか。じゃあ自分のような人間もブレイキングダウンで人生変われる、変わってまっとうな仕事もついて。抱負か、いや俺はね、なんかこう夢をつかむってずっと言ってるんですけど、なかなかやっぱり夢をつかみきれてないんですよ。やっぱり今言葉には出さないですけど、みんなにはこうブレイキングダウンもつかんないって言われるんですけど、みんな分かってないんですよね。俺の中の心の真珠のブレイキングドリームをつかむために、来年はやっぱり努力を怠らずやりきろうかなと思ってるんです。はい、今順調に勝ち続けてるんですけど、連勝記録を伸ばしていったらいいなと思います。来年戦ってみたい来年戦ってみたい。まあでも一発目はジョリーとやったり、やっぱり僕の社長とも戦って社長負けてるし、あとまあ北関東の監督してた吉永さんも負けてるんで、まあ、敵討ちっていう感じでやっていけたらいいなと思ってます。来年はブレイキングダウン1嫌われたでしょうも作ってください。なんか絶対受賞する自信があるんです。西谷君と俺とで多分ノミネートを食らって、そこでどっちが勝つかっすね。ヒールキャラって必要じゃないですか。本来だったら俺が倒されてるところを見たいと思うんですよ。はい、そういう意味で俺はまあ存在価値があるんかなって思ってるし、まあ、オーディション自体も、まあ、俺が出れば盛り上がるって分かってるんで、来年も盛り上げます。2024年はもう怪我も治して、フルで動いていきます。やっぱり俺が出やな盛り上がらないなって思ってるんで、皆さんもう少しお待ちください。来年戦いたい相手、はい、いやいや細川でしょ、決まってるじゃないですか。まあ細川じゃ多分俺に勝てないですけど、まあ世間は細川が強いって言ってるんで、だから俺はやりたいんですよ。挑戦したいです。勝って当然の相手とはやりたくないです。どうでもいい相手じゃなくて、盛り上がる相手とやりたいです。ずっと言ってるんですけど、ライズ、ライジンを見据えて今活動してるんで、まあちょっとライズから声かかってるんで、ちょっとライズの方でフライ級を荒らしたいなと思ってます。僕の中で一つ人生は変わったんですけど、まだまだ叶えられていない目標や夢に向かって、これからも頑張っていきたいと思います。挑戦しまくりたいですね。なんか先のことは考えてないです。まあ、自分が信じた道をとりあえず挑戦して、成功しても失敗しても本当に悔いを残すのが一番嫌なんで、これで2023年本当にブレイキングダウンで人生変えようと思って挑戦した結果、こうやって買われてるんで、24年は23年以上に、まあ、挑戦っていう言葉にこだわって生きていきたいなと思います。自分の中で本当に一つ夢が叶って、でまだ叶えられてない夢もたくさんあるんで、あと一つはやっぱり似たような境遇の方とか、僕と同じような境遇の方って腐るほどいると思うんですよ。自分でもここまでこう自分を信じて挑戦すれば変われてるっていうところを、そういう方々にも見せていきたいな。やっぱりなんだろうな、その試合の時も言ったんだけど、これからはなんかみんなに何が大切かを伝えてあげられるような、まあもうそれが戦いであるかもしれないし、喋りであるかもしれないし、活動であるかもしれないけども、そういうのをやっていきたいと思ってます。はい、その流れで言うと、来年戦ってみたい相手とか、堀弁護士ね、即答でいくよ。堀さん、あんたツイッターで俺を挑発して、ね、メンヘラって挑発して朝になると削除するってのもうやめろよ。なんなら寝技でも何でもやってあげるから、得意なジャンルでやるんだったらあんたでもいいよ。卒業になってしまったんですけど、またいつかね、そうやって、見てくれてる人の声が多くて戻ってもいいっていう状況になったら、やっぱり熱い男とやりたいなっていうのは思います。9からブレイキングダウンというものに参加させていただいて、やっとやっぱり9、10って連続で出させていただいて、やっぱり次もちょっとどんどんやっぱり出れるように、で来年もまた戦ってブレイキングダウン時代を盛り上げて、やっぱ僕みたいにやっぱ夢を持ってたりとか、熱い人間と戦えればいいかなと思ってます。僕は結構思ってるとこあって、同い年なんですけど、アウトサイダーの黒石は僕がずっと格闘技やる前からアウトサイダー出てたんで、同い年ってもありますし、でこの間の企画でなんかで引退って言われたんですけど、引退って多分自分で決めるもんで他人に決められるもんじゃないんで、どうせだったら同い年同士バチバチ殴り合って、それに納得して俺にぶっ倒されて引退って決めた方のが僕はいいんじゃないかなと思ってます。僕は負ける気もないですし、引退って一生言っちゃったわけだから出てきにくいと思うんで、多分カズキスキングさんが引き出すくらいのことしないと。そうですね、僕やっぱりまだ知名度も何も他の選手に比べて下の方だと思ってるんで、僕どんどん勝って、もっとやっぱりいろいろ爪痕残して、自分の意見とかが影響力あるような人間にまずなることだと思うんですよ、勝ち上がってって。でそれで、ああもうカズキングだな、カズキングだなってなった時に、ちょっと黒石を引きずり出そうかなと。まず来年の抱負をお伺いしたいんですけども。そうですね、もう来年は負けたくないかなっていう感じですね。結構今回来ましたね。でもモチベーションがすごいやっぱ上がったというか、もう負けたくないなってので、朝もう毎日ボクシング行くようにしたんですよ。もう月曜から金曜まで平日全部ボクシング朝やってスタートするっていう生活に変えたんですけど。リベンジしたいとかあったりするんですか？リベンジしたいですね、もう一回やりたいですね、寛治君。だけど、すぐにはもうやらせてもらえないと思うんで、もう強い相手、どんどん倒していってね、いつかまた彼にたどり着けたらいいなと思ってます。今年8から出て、8、8.5、9、9.5 点って5試合したんですけど、全試合、正直、あんまり納得いく戦い方できなかったんで、来年はもっと自分に自信持って、バチバチ。みんながこう見たいと思うような戦い見せるので、応援よろしくお願いします。来年の抱負とかお伺いしたいんですけど。来年の抱負、そうですね、ブレイキングダウンの知名度に、本当すがらず自分自身でこう自立していけるような年にしたいなと思っております。2月の中旬に試合があると思うんですけど、ちょっとそれに向けて、今、体を作ったりとか練習している途中なので、そこでしっかりと結果を残せるように、優勝できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。とりあえず目の前のバンタムのベルトがかかってるんで、目の前のバンタムのベルト取って、そこからもうバンタム全員相手します。一旦は富澤、その後は虎之介。そこからはあと、その時に因縁あるやつが何人かいるんで、その辺相手にしていきたいですね。因縁あるやつって誰ですか？大阪で言ったら力とか、あの辺とかも因縁あるんで、その辺とやっていきたいですね。ちなみに変化自慢対抗戦とか、大宮と大阪が決勝ですけど、どっち勝つと？大宮っす。メカに負けたら力は相手にしないです。大宮が多分優勝すると思うんですけど、フェザーで力がかかったら力ともやりたいなと思ってます。本当格闘技始めてからずっと土台作りだと思って年を過ごしてきたので、来年はようやく飛躍につながる年になるかなと思ってるので、そういう年にしたいですね。でも前からちょっと言ってるんですけど、自分の階級でもこうトーナメントをやってほしいですね。ちょっと明確な自分が一番強いっていう実績がベルトが欲しいので、そこを一つの目標にしてます。いやちょっとほんまベルトみたいな、もしこのウェルターとかライトとかミドルであんねやったら取りに行きたいですね。あれですね、バンダム級みたいにね、あれが欲しいです。まずは大阪とりあえず倒して、まあ自分ライト級でもフェザー級でもできるんで、もし今バンタム級とかでベルトができて、フェザー級ライト級とかであたりでベルトとかできたら、もう俺が一番強いと思ってるんで、それ取りに狙っていきたいですね。戦いたい相手、まあ細川君最近波に乗ってると思うんで、階級割れと同じなんで、まあぶっちゃけ殴り合ったら俺の方が強いと思ってるんで、ぜひできんならやりたいですね。23年終わって24年、来年抱負抱負は全国制覇まあ大阪をまず締めて、関東関西の一番を取る。しもちゃんファックだぜまあ今年負けなしだったんで、他の試合とかも来年も負けなしで行きたいですね。まあそれの皮切りがまずシェンロン大阪戦でバッチリ KO して、まあ、やっつけてからどんどんやっていきたいですね。来年結構試合多くなると思うんで、一発目大阪戦勝って、そこから無差別級総なめにして、まあ、来年内にはヘッドボールキングぶっ倒したいですね。では面白いじゃないですか、でかいですし、同じ黒人のハーフですし、同じような思いも抱えてると思うんで、やっぱ面白そうですね。興味があります。まあ、でっかいと思うけど、俺もヘッドボールキングの頭切れるから、俺足上がるから楽しみにしててね。イレブンの対抗戦、まあ大将の仕事を、まあ、KO でちゃんと締めくくって大阪優勝できるように貢献したいと思います。そうですね、まあ、重量級でなったら、まあ、ノッコン寺田監督ですけど、まあ、そこはもう関係なしに、ね、大きい相手倒したいんで、おいノッコン、金ばっかり稼いとったらあかんぞお前、俺の相手せんかい、なめったらあかんぞお前。はい、24年に向けての抱負。いやもう24年はやっぱもっともっと自分の本性をもっと出していって、もういっぱい喧嘩したいし、人生変わるって言われてるのがブレイキングダウンやから、こう人生変えて、そのためにやっぱ努力もしなあかんな思って、まあもう喧嘩自慢だけじゃ通用せえへんなっていうのが分かったんで、しっかり今年も最高に次の賞を取れるようにバッチバチかましていくんで、皆さんよろしくお願いします。ほんまに自分もほんま人様にしか迷惑かけてきたことないんですよ。ほんま多分お兄さんが思っている多分50倍は悪いことしてきたんですけどやっぱそこで更生っていうか、やっぱこう人生変わったところ、もう日本中でみんなに見てもらって、じゃあ自分のような人間もブレイキングダウンで人生変わってまっとうな仕事もついて、ほんで真面目に更生していけた、輝けた、その姿を全視聴者に見せたいです。不良でももともと不良やっとった人間でもこう、ほんまに更生ってできんねやって。だって自分が入っとった懲役なんて3年以内に次の刑務所に行く再犯率 8割のところおったんで、ほんでもうみんな周りおらんくなって、もうみんなやっぱ懲役行ってるんですけど、でも自分だけ残ってるし、やっぱそれはブレイキングダウン様々なんで、これからはほんまにやっぱもうその感謝を持ちつつ、自分の出せるところは出して、まあ見てくれてるみんなの人たちの期待に応えるような男でありたいと思ってます。まあ、負けないこと、絶対勝つ、それだけ。まだまだ病気せずに頑張ることですね。まあ、仲間たちとかね、やっぱそばにいるやつらとね、ハッピーな年にできたらなと思います。